今日はバナナに絵を描かせます。 AI が著作権のない画像を作る時代ですね。ということはバナナにも同じことができるはずです。21世紀初頭のバナナはまだ絵筆を扱えませんが、デジタルイラストなら技術的に可能です。 LED ドットマトリクスディスプレイを用意。解像度は 64×64 の 4096 ピクセル。額縁を作ってこれをキャンバス代わりとします。おなじみガイガーカウンター基板を用意。バナナに含まれるカリウム40のベータ崩壊を検知します。プログラムがスタートしてからの累積時間をマイクロ秒単位で返す関数。ベータ崩壊を検知したタイミングで下位8ビットを抜き出して RGB のカラーコードを順に決定します。前回の動画でこれバナナは別に関係なくない、ただの乱数じゃねえかなどのコメントが多数寄せられました。君たちのような勘のいい視聴者は好きですよ。ともかく先にマシンを組み立ててテストができるようにしましょう。できました。ベータ崩壊を3回検知すると1ピクセル分のデータができます。これを気長に4096回繰り返せばいいわけですね。そんな感じのプログラムを書きます。まあ書くのはほとんど AI ですが、そんなこんなで完成しました。バナナ式画像ジェネレータです。理論上有限時間のうちにこの世の全てのデジタル画像を生成する可能性を持ち、他の著作物から一切学習していない法的にクリーンな画像を無尽蔵に生成できます。早速何の影響も受けていない真にランダムな色使いを見せてもらいましょう。4096ピクセル描くのに8時間くらいはかかる計算です。気長に待ちましょう。創作には時間がかかるものですからね。待ち時間の間に少し計算をしてみましょう。この1ピクセルあたりに表現できるのは256の3乗で1677万7216色。4096ピクセル描画する場合の組み合わせの総数を計算すると、普通の電卓だとオーバーフローします。暇な人はぜひ数えてコメントで教えてくださいね。できました。多分世界初、バナナが描いた絵です。なんなんすかこれ。 SD カードに生成したデータを保存できます。PC に取り込んでみました。拡大してよく見てみましょう。だから何なんすかこれ。人類にはまだ早すぎたので AI に公表してもらいましょう。はい、喜んで。この画像は非常に鮮やかで複雑な色彩が特徴です。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫など様々な色が混ざり合い、見る人を魅了します。特に青と紫の深みのある色合いが印象的で、画像全体に深みを与えています。色彩に加えてこの画像やはりバナナと AI は通じ合うものがあるようですね。 AI には好評でしたが少し改良します。カメラに映りにくかったのでケント紙を貼って光を柔らかに対策。1ピクセルずつ描画していたのでは時間がかかりすぎで、現代のコンテンツ大量消費社会には適していませんね。妥協して塗りつぶしの四角形をたくさん描くことにします。 XY の各座標、四角形の幅、高さをバナナ乱数で生成します。プログラム次第でもっとかっこいい画像も生成させられそうですが、人間サイドの力量が試されますね。というわけで今日はバナナに画像を生成させました。何からも一切学習していない、とてもピュアな画像が欲しいときはぜひ試してみてくださいね。